はい、今回はですね、はい、秋といえば食欲餅、食欲餅、あ、食欲の秋、食欲の秋ね、食欲の秋、はい、まあ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 、ちょっと期間過ぎたんですけど、うん、お月見というお言葉があるじゃないですか、うん、なので今回はお箸見えない、あ、見えた、食す、食す、ありがとうございます。え、なんか箸違くない？ほら、今回の商品はこちら。ちょっと待って、すごくない？あ、秋ってことこれ。そう、秋十五夜、お月見、お月見、あんこ、団子、味、これはなんかちょっと美味しくない？うん、十五夜、お月見、みたらし団子味。なんか怖い、美味しそう、ね、美味しいんじゃない？どんな味か知りたくてね、はい、今日はそれを食していきます。はい、ティアラチャンネル。はい、開けます。じゃあ開けていってもいいかな？うん、いいと思う。こんな感じで、液体ソースと あんこソースが入ってる。ほら、ミラは液体ソースと、なんかちょっと違う、みたらしと、みたらしソース、こっちあんこ、ちょっと小さくない？ちょっと大きいね。え、不平等こっちふりかけが入ってます。ふりかけ入ってたんだ。え、かけない？入ってない。なんかだっけさ、お湯イン、お湯アウト。じゃあまずはこの液体ソースを入れていきます。じゃあ開けるよ。おお、ちょっと分厚いね。おお、もう黒い、黒い。普通にさ、これさ、一平ちゃんだよって言ったら、うん、いただきますってなりそうじゃない？甘いみたいな、色的にね。お、なんかちょっと強くない？なんかこっちはちょっとトロトロ、ドレッシングみたいなね。うんうんうん、あ、ここまで香りがします。マジ？甘い、弱いよ、薄い、なんかサラダのドレッシングみたいな。うんうん、待って待って待って、はいはいはい、美味しそう。うわっ、あっどんどん染まってきましたよ染まってきましたよ。うわー、ドロドロしてる。なんか本当にみたらしのあのソースかけるね。いいよ。え、おお、すごい。そしてふりかけ。はい。あ、今だけです。よし、おいしそう。おお。なんだこの、なんだろうこれ。わかんない。魔法の粉。うわー、ごまの匂いがここまでするよ。いただきます。いただきます。一本私猫自体、いただきます。香りはやっぱりキャラメルポップコーンの。いただきます。うん、どうしました？ごまが唇に。美味しい？美味しい。アリサは好み。美味しい？あ、甘い。そうね。めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。麺がめっちゃもちもちしとって、うんうんうん、お餅みたい、本当に。怖いな、こっち。いただきます。いただきます。うん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 。うん。やっぱ味違う？うん、違うね。甘さの度合いはどっちが甘い？こっちかな。ということは、そっちはみたらし団子が甘い。こっちが、あ、どっちが好き？せーの。分かれました。あやさん、これ大好き。もう9時だけどね。そうです、夜に撮影しております。あ、美味しい。
はい、ひょっこりはん。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は一平ちゃん、はい、食べました。感想はどうですか？感想。予想以上に美味しかった。美味しかった。なんかすごいね、焼きそばと甘いものがマッチしてるってすごくない？めっちゃよく考えた。でね、ちょっとね、でも味が一緒だったから、なんかさっぱりしたもの食べたいなと思った、うん、サラダとかね。でもなんかこっちのあんこの方はその甘いものにごまが入っとって、うん、ちょっとごま風味が出てて、うんうん、さっぱりしとった。でこっちはね、もう甘っていう感じ。甘いやつ。そう、さっぱりしたサラダがあった。それ自分の食いたいもんやないかい。